今回は視野検査の見方の第4弾をお話しさせていただきます学べ眼科の学べです。動画ご視聴いただきありがとうございます前回の第3弾は視野検査の見方の途中までお話しさせていただきまして今回はその続きをお話しさせていただきます前回のお話は視野検査の主に腰の重要性と デシベルという単位に関してお話させていただきましたどちらもとても大切で目がキョロキョロ動くと正確な検査はできませんしデシベルという単位は対数表示されますので数字が1減ったことが単純に1減るわけではないんですね1デシベル減れば0.8倍悪くなった2デシベル減れば0.6倍悪くなった 3dB 減れば元の半分悪くなってしまったというように考えなければなりません今回は実際のシェア表で主に見ていくところに関してお話しさせていただきますまずこの部位に記載されているのは実,測値です実際に検査した値が記載されておりますいわゆる生データです28とか30とか36とかそういう数字で書かれていますよね 単位はデシベルです。これが実際の記録された実測値なんですね。正常の視野ですと、中心0度の黄斑の部位が最も数字が大きくて、周辺に向かうにつれて感度が低下していくのが実際の正常の視野の形です。実際に見るデータは、やはりこの実測値で見ていくことが多いです。ですが、この値だけを見ていても、実際どの程度悪いのかというのは判断しにくいです。 そこで分かりやすく色付けしたものが隣のグレースケールというものですこの部位は緑内障の進行程度を見るのに最も分かりやすい部位です実際の現状の視野の感じを白黒で大体の状態を把握することができます白い部分が見えている部分でグレーや黒になっている部分が視野欠損がある部分です濃いほど感度低下が起きている部分ですなわち悪い部分と表記されております ちなみに15度付近で暗転がある部位があります。これはマリオット盲点という部分でこの部位は必ず暗転がつく部分です。右目なら右目にありますし左目なら左にあります。30の2でこの部位に暗転がついていない場合は視野が正確に行われていない証拠だと思ってください。実際に目がキョロキョロしてしまうと視野が不正確に出るのですが 緑内障がかなりあったとしても目が動くと一見正常のような視野結果として出ることもあるんですただもう一度きちんと目線を動かさないようにお願いして検査をしていただくと、まあ、かなり視野欠損があったということは、まあ、僕らはよく経験しますこの視野を時系列で表示すると一目瞭然で進行具合が確認できるわけですただし この視野は少しずつ濃淡がついているのですが5デシベルごとに濃淡がついておりますので大体の感じでしか見ることができません5デシベルはわずかな範囲なのでしょうかそうではありませんこれは先ほどもお話しさせていただいたのですがハンフリーで表記されているデシベルは最低で0未満最高で40デシベルなのですが例えば30デシベルから 27デシベルとたった3デシベル下がっただけで30デシベルあった状態から光の感知能力が半減してしまうんですね。これはデシベルというものが光の高度、アポスチルという値を対数表示したものですので10デシベル、20デシベル、30デシベルと落ちていけば10分の1倍、100分の1倍、1000分の1倍と悪くなるんです。なので このグレースケールだけで見て、まあ、経過を見ていくのは不十分なんです。そこで、その下の図を見てみます。その下にも、まあ、同じようにデータが記載されておりますが、この場合は先ほどの数字と違い、マイナスの数字が並んでいますよね。これはトータル偏差というものです。これは被検者、すなわち検査を受けた人の年齢の正常データから生データの値を単純に引いたものです。すなわち あなたのデータを同年齢の正常の人と比べるとこれぐらい差がありますよというデータになっておりますこれは先ほどもお話し,しましたが実測値だけで見ているとその部位が正常なのかどうかわからないのでこの部位を正常からどの程度離れているのかを判断するのに基本となるデータとなりますその下にトータル偏差確率プロットというものがあります名前は難しいんですがこれは 上のトータル偏差に基づいて色付けして視覚的に見やすくするために作られたものです実測値に基づいて作られたものがグレースケールであってトータル偏差に基づいて作られたものがトータル偏差確率プロットという色付けした図です正常者から実際どの程度異常なのかというのを4段階で色付けして表記しております 単純に黒くなっていくほど悪いと考えていただいていいです最も黒い部分が悪い部分でありますし薄い部分は今後悪くなっていく可能性がある部分ですこのように数値だけでは分かりにくいので視覚的にも分かりやすく色をつけて表したものがこの確率プロットというものですその隣はパタ,ターン偏差というものですこれは白内障のような視野障害に影響をきたすものの影響を 除いたデータになっております視野検査をするにあたって白内障が強かったり角膜混濁もしくは小動向といって瞳が小さい方の場合、まあ、ご高齢になるとどうしてもそのようになってしまうんですがその場合当然これらの疾患がない方より光が入ってくる量が減りますので視野検査が悪くなってしまいます。そのような場合が なかった状態のものを機械があるプログラムに沿って修正して作ってくれます。すなわちパターン偏差は先ほどのトータル偏差から緑内障の状態のみを表したものだと考えてください。その下はパターン偏差確率プロットと言いまして、まあ、先ほどのトータル偏差と同様に分かりやすく色付けをしたものです。色が濃いほど悪いと単純に考えていただいて問題ないです。トータル偏差は 白内障などの影響なども踏まえての視野検査ではあるんですけれどもパターン偏差はこのトータル偏差での視野結果から白内障や角膜コンダクトといった影響を取り除いた、まあ、緑内障の状態のみを表した視野結果ですなので白内障や角膜コンダクトといった病気がなければこのトータル偏差とパターン偏差は当然ほとんど同じになります このような検査結果をどのように使われるかというとよくあるのが白内障がどの程度視野変化に影響が出ているのか見る場合に使われることが多いです実際白内障がかなりあり緑内障もある場合この人が白内障手術をすればどの程度回復できるのかと考える重要な比較対象となりますトータル偏差では悪くてパターン偏差ではそこまで悪くなかったという結果があったとすると これは白内障による影響が大きい可能性があります。その場合、白内障手術を行えば、ある程度視野の回復が見込める可能性が高いと考えたりするんですね。GHT というのは、グローコーマヘミフィールドテストというものです。ヘミフィールドというのは、半視野という意味なんですが、緑内障の視野を上下の視野の神経走行に沿って、半視野ごとに比較して、 機械が判断するものですこれは緑内障の視野は上の視野と下の視野で対称性が崩れるという特徴から考えられたプログラムで主に緑内障の早期発見のために作られたプログラムです例えばこの視野の場合は一見グレースケールだけ見ると正常に見えますが細かく見るとすでに上と下で差があるんですね本来は上と下で差がほとんどないわけなんですけれども ここに差が出ると、これは早期の緑内障の可能性が高いと判断されて、このようにアウトサイドノーマルリミット正常範囲外と出てしまいます。VFI というのは見える範囲で何ト視野が残存しているかと表記されます。VFI は全体の何欠損があるというような意味合いではなくて、中心視野の消失の割合に重きを置いて評価されています。 周辺のみの障害があったとしてもあまり自覚的な変化がなく、まあ、困りませんが中心の障害ほど実生活に影響が出やすいので中心付近の局所的な変化を評価するものです次に MD 値です MD は平均偏差という意味で平均偏差というと名前だけ聞くと難解なものだと思われるかもしれませんが MD 値は先ほどのトータル偏差での76点の平均値です この値は緑内障の進行具合を見るのによく使われます。緑内障の方の場合は通常マイナスの値がついております。一般的に言われているのはこの md 値がマイナス6から0までの間が初期の緑内障でマイナス6からマイナス12までが中期の緑内障マイナス12以降は後期緑内障というように分類されます。 大きいほど緑内障が悪いということになりますし逆にプラスになればま正常者よりも正常値以上ということになりますこの場合は MD 値が -2.67 と書いてありますので初期の緑内障に分類される値になりますこの値を使って経時変化を見た MD スロープというものは緑内障の進行を見る上で重要になります MD スロープが上がっていくということは、まあ、緑内障が良くなっているということなので、上がることは基本的にないんですけれども、基本的にはなだらかに低下していくか、もしくは進行が停止して横ばいの状態です。ただ、一概に MD 値が進んでいるといっても、視野の状態は人それぞれ違います。というのは、MD 値というのは、あくまでトータル偏差の76点の平均点ですので、例えば、 中心を除いた部位が悪くなっている場合もしくは中心のみに局所的に障害が強い人両者は視野の障害部分は違うのに MD 値は同じことだってあるんですねこのように MD 値が同じだとしても視野の状態でこれなら全然大丈夫だと判断される場合であったり 欠損部分によっては良くない m d 値と判断されることもあります m d 値の変化は緑内障の変化を見る上で大事な指標であるのは間違いないんですが視野の変化の仕方も当然評価されながら判断していきますので必ずしも m d 値のみで判断していくわけではありませんまた m d 値はその日悪くても数ヶ月後に再度検査してみたところ、まあ、良くなっていたということもあります 視野検査は自覚検査ですので、まあ、このように値が多少前後することはよくありますので毎度の視野検査で毎回気にするような必要はありません特に日本人に一番多い正常眼圧力内障という病気は非常に進行がゆっくりですし本当に進行しているかどうかは場合によって判断に5年ぐらいかかる場合もあります PSD というのはどの程度視野が局所的に悪くなっているのかということで表されます MD 値とは違いプラスで表されますこの値が大きいほど局所的に視野が悪化しているということを意味しますただこの値は末期緑内障になるほど視野が全体的に悪くなりむしろ値が低下しますなので MD 値で緑内障の進行を見て PSD という値は局所的な変化を見る補助的なものだと考えてくださいなので MD 値と PSD 値において緑内障の進行を見るときは MD 値を見ていいくことが多いです最後に黒いギザギザの線がありますこれはゲイズトラックによる赤外線のカメラの監視により視野検査中の腰の状態を評価しております上の竹が伸びているほど視線のズレも大きいことを意味しますし逆に下に伸びているのは主にまばたきを評価したものです内蔵されている赤外線カメラが目を把握できなかった場合に下向きの線が出ます この線がほぼ平らなら骨は、まあ、非常に良好であったことを意味しますし逆に上向きのスパイクが多くなればなるほど目が動いている状態であったことを意味します、まあ、以上で大体視野検査の見方を一通りお話しました一般の方用にお話したのでやや噛み砕いてお話しさせていただきました、えー、今回の内容をまとめますとまず1つ目にグレースケールは視野全体を把握するには分かりやすいんですが5デシベルごとに濃淡がついているので 細かく見るには不十分ですそして2つ目にそのために実測値やトータル偏差パターン偏差を呼んで緑内障の進行を評価していきます。そして3つ目に MD 値は緑内障の進行を見るのにとても分かりやすい値ではありますがたった一度の良し悪しで進行を評価するものではありません。そして最後4つ目に 特に正常眼圧緑内障の場合は即座に進行の評価をすることが困難ですという4点ですこのように視野検査は読む部分がたくさんありますここまでの話を聞いて全て理解するのはやはり難しいかなというふうに思っていますただ視野検査の仕方を知ることで例えばマリオット盲点を刺激している気づいてはいけない光のことだったり 音が鳴っても光ってはいないことがあったりだとかそのようなことを知っているだけでも検査の前の心構えはだいぶ違うんじゃないかなというふうに思います視野検査は、まあ、とても嫌な検査で、まあ、患者さんにとって非常にストレスかかるんですけれどもこのように有用な情報が多くあるので現状はできるだけ検査に協力していただけたらなというふうに思います今回は視野検査の見方の第4弾に関してお話しさせていただきました この動画では眼科専門医が話す目に関する様々な情報に関してお話しております。よければチャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。